皆さんこんにちは。2019年11月1日花尾タイム209回目の放送です。本日のパーソナリティはトシとフクバッチでお送りします。この番組はカバー曲やオリジナル曲、日常で出会った楽しかったことなどを花歌感覚でお届けします。花歌タイム、皆さんこんにちは。こんにちは。早くも11月突入でございます。はい、はい、寒いです。寒いですか。はいですね、はい、超寒いです。僕にとってちょうどいい季節にはなっていますが、はい、そんな芸術の秋、一言ちょっとあるワードがその音楽用語でマイブームのやつがありまして、はいはい、グリッチっていう、グリッチ、さっきちょっと調べてたんですけど、ええ、なんて言うんでしょう、機械的なエラー的な音ってことなんですよ、でしょうかね。GLITCH、 グリッチ、あ、分かんない。問題、故障、誤作動、異常、技術的なミス、不調。あ、たまにこうテレビでこうドルルルってなったりするとグリッチって言ったりする。プルルっていうのは、雑音、雑音みたいにこうループしたみたいにドルルルルってなったりする。あ、なんかありますよね。なんかそういうやつです。でそういうやつをわざと発生させる的な。へー。よくその最近のやつは聞きますよね。なんか、うん、多いよ ね増えましたよね。特にエレクトリックがベースになってるものっていうか、うんうん、そうだよね、うん。でそれがですね、最近よく使うことが多いので、うん、今日ちょっとやってみませんかという。ん？やるって？ちょっと実験的なあれです。どうやってやるの？はい、ちょっとそれを提案。いや、それも可能です。ちょっと、はい、後ほど。あ、わかりました。はい。花歌タイム。まあ、いきなりちょっとどうするのかっていうのがなかなか難しいところなんですけど、あとこれがグリッチでこれがグリッチでないみたいな、そういうのもいまいちちょっとまだ確立されてないんでしょうかね。その辺もちょっと なんですけど、まあ、試しにこんなんだっていうのが分かると面白いんじゃないかなと思いまして、はい、じゃあ一回トシちゃんに花歌タイムって言っていただこうかなと思うんです、はい、ちょっと待ってくださいね。今テンポ120で流すので、はい、これで花歌いむみたいな。あ、はい、花歌いむ、はい、いきます。花歌いむ、そのぶつ切りっていうか、うーん、でもうちょっと編集すると、花歌いむむ、これ歯と歯をつなげて、うんうん、ダブルにしたりとか。でさらに、ははななうたたたえ、うん、こういう聞きますよね、うん、後半64部音符とか、うん、スネアとかハイハットでこういうやつ、手作りでやったりするんですけど、うんうん、あるね、例えばこんなんとか、トゥルルってとかね。そう、トゥルルってやつです、うん、これがスネアのところ64分音符、うん、昔よくサンプラーでこう、まあ、触ってるとこう間違えてなっちゃったり、そう、間違えて、あんなところやって、なんかエラーがわざと、うん、絵が起きてるのをわざとこんな感じで遊んでいくっていうのが最近すごく増えて、うん、ダブステップ的な感じで。そうですよね、うん、なんかそれがすごくなんか生音楽というかそっちの方にシフトしてきて、うん、声だったりとか、うん、もう曲自体をバシバシ切っちゃってる、うん、それをグリッチって言うんだね。初めて聞きましたよね。僕も初めて言われ、グリッチ、ああグリッチっすねって最初言っといてグリッチってなんだと思って。何でも名前ついちゃうんだね。でなんか不思議ですよね、うん、まあ名前つけるとそれが一般化する感じはしますよね、うん、最初これなんだろうっていうものからなんかその技の名前がつくっていうか。そうだよね、うん、割となんか曲のブレイクになったり決めブレイクだったり、うん、ね、人工的に演奏するんじゃなくてそれでやったりとかする
ってこと多いよね。そう、うん、やったとしても例えば余韻だけそれで切っちゃうとか、うん、そこだけハッとさせるというか、うん、際立たせるというか、あるある、聞き覚えある、うん、それがグリッチっていうのは初めて聞きましたけど、本当にそういうのかは分かんないです。でもおそらくこの類のタイプだと思いますね、うん、なんかチョップって話はよく聞いてて、うん、その波形をチョップしてっていうのがあったんですけど、それをもう割とめちゃくちゃにし始めていく傾向がより強くなってて、でそれがグリッチと呼ばれてる。チョップって言うとどっちかって言ったらサンプリング用語だもんね。そうですよね。でも最初チョップチョップと思ってたんだけど、うん、途中からなんかみんなそのグリッチ的な曲あるでしょうみたいな、うん、グリッチってなんですか、あーグリッチっすねみたいな、なんか いや勉強になりました。はい、でも昔からあるみたいですよ。なんかそういうソフトウェアが あって、でも日本じゃ全然まだ出回ってなくて、海外 の、うん、英語しかないソフトだったりとかするんですけど、まあ、でもそういうなんか先日もあの口ドラムの時に使ったマシーンっていう機械、要はあれですよね、あれの派生というか、そうだよね、よりあれをさらにただ連符にするんじゃなくて間もブレイクを入れたりとか、なんか異常な連符というか、うん、人間じゃまず無理だろうみたいな、うん、そういうのを多分グリッチと呼び始めてくるんじゃないかなと。あ、なるほどね。ね、本当にそうなのか分かんないですよ、うん、実は違うかもしれないですけど。そうかそうか、面白いですね。まあでもちょっとなんかちょっと小耳に挟んでおくと面白い情報でした、ね、言われてちょっとちっちゃいアンテナが立ちました。はい、ちっちゃいやつかわいいアンテナが一応ピョコンとね、あ、これかみたいな。金曜日はさあみんなで それではこの辺でお別れの時間となってしまいました。番組に関するご感想リクエストなども大歓迎です。本日のパーソナリティはトシとフクバッチでお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。